ほんで、その、うちが結局、だって下町におるのはね、それも EU の考え方やね。その、下町目線で決めてもらわなければ困ると。お姫様目線なんてで決めんといてねって。いうのが EU の考え方。そうせやな。日本はちょっとそうならへんやろ。アメリカもそうならへんね。でも EU はそういう考え方。それ正しいなと思って、うちずっと下町におんの。で、下町目線でいろんな決定を出してんの。最低限の安全は守られてんだよ、最低限の。で、霊攻撃に関しては、それはもうあの方が専門家だからって、EU はふって行きよ。ちゃんと、だから、もう、警備万端。周りに来てる奴らも全部チェック済みや。ね。もう自分の人工衛星がずっと、うちは張っとんねんから、常時。24時間。25時間か、あれやったらな。なんのかな。やったかな。また、ニュートンとか山中な、人工衛星やったら25時間になるんやったかな。違ったかな。だってかな、面白い話せやろ、今の。なんか面白せやろ、今の話。ほんで、結局、その、まあ、ハッキングは受けるだろうと。それはまあ、特有の話であって、下町の話ではないと。サクッとまたそこ引き寄る。ヨーロッパ、というかまあ、EU の考え方はそんな。ヨーロッパ知識人の思考回路はそんな。知識人のね。庶民はちゃうで。全然違う人たちやで。思考回路。な。それ以外もね。で、ただ日本の下町の感覚でやってもらえると意味ないでしょ、というわけ。ね。ねだからこの後はうち守られますよ。第一ハマテラス、下町のおったけちゃうから。うちかって、うちは第8代だけどね、一応ね。ほんま第9代なんですけどね。島佐子がほんと第8代だったんですけど、島佐子の女性ですよ。アマテラスだから、その宮殿なりに住まなかん。島佐子かって城に住んだりはしとってん、たまには。たまにはね。武将やから。決めながらな。ただどこにおったかってもうほとんどもう冷静あ言わんとこかほとんど冷静てろね冷静君やねんからとだから島佐子ってどこにおったんやろなって研究家はな時々おへんやなおへんやなってな実はね。でさてさてだからそのうちは中東に戻りましたらだって日本列島めっちゃ新しいねんでそういう意味でそう言ってんだ日本列島非常に新しい土地です。大地です。大地というかね。で、まあ皆さんも大陸に行くときは大陸に戻るってことだよね。日本列島新しいから、実は。ね、さて、そして、まあそんな感じで、まあ、テーランなり、まあまあ、ペルシャなり、バビロニアなりに戻りましたら、まあ、アラム族女王アルマ帰還みたいな感じになるでしょほら、と思うよ。やっぱ宮殿じゃない。それやったら。こうなるって絶対。ね。日本の下町と違うから。それ下町も住み続けられへんわ。危ないから、そんな。いくらなんでも、いくらうちがイスラム男好きでもね。それが帰って危ないや。帰ってとんでもないことになる。でしょもうみんな、幻滅するうちに。だからか。な。というわけです。だから、ただね、うちの娘はもうアマテラスじゃないねん。もう、うちからアマテラスは生まれへんねん。誰を産んでも。だってそんな、必ず、もうその時はもう、うちの娘は生まれながらの姫やから、あかんよ。下町のこと分からへんから。下町生まれ育ちちゃうからあかんねん。単純な理由やろ。そんなもう、牧場人まで生活して、極貧経験せんとあかんやろ。な？何を統治するつもりやね。姫よ。な？そんな、貧乏におらんかと別に統治なんかせんでええやろ統治したいんやったら貧乏に生活しろよ、姫よ。な？でしょ？ってなわけで、まあ、うちの娘は権力握れないわけ。うちの子孫は権力握られへんねん。実は。うちの子孫を名乗り人で権力握ってる人がおったらそれは偽物。天皇家偽物って自分で言ってるようなもんやろ。
な、うちの娘出身ちゃうかな、どうやったかな。まあ、神武女帝っていうのは別にお腹じゃなかったんけどな。まあいいや。なんで、おいおい、思い出しておきます。もうここまで来たらね、もう、大急ぎです。その世界情勢、ね、展開するはずですので、あっという間に、お寿司家は、ペルシャなりバビロニアに移転するかもしれない。ジュリにも聞いてるから、もう。どうすんのって。ペルシャついていくって、一応聞いてるから。